当初の X2010 は空気抵抗の少ないシングルシーターホイールカバードプロトタイプというコンセプトとウィングカー構造、下級エンジンによる現代のオープンホイールフォーミュラマシンは予算やレギュレーションといった理由から決して速さだけを追求したものではなくなっている。マシンのコンセプトとデザインスケッチを見たそこでグランツーリスモが作り出した最強のマシンがレーシングカーデザイナーとしての長年の夢であったファンカーテクノロジーの追加を提案した。エンジンは60度の V バン区画を持つ 3.5 リットル V12DOHC 4バルファンによって強制的に最高回転数は1万8000回転オーバーで900馬力以上を発揮する。素材的にはブロック、ピストン、シリンダーヘッドはアルミ、バルブはチタンの中空構造で作動にはエアスプリングが使われるファンカーを投入。ボルトはチタン、一部オイルポンプハウジングなどはマグネシウム製、エアボックス、ホイールシールドはカーボンだが、カムシャフト、クランクシャフト、タイミングギアなど巨大な力がかかるところにはあえてスチールを用いている。冷却方式は当然ドライサンプだ。ボディはフルカーボンモノコップ、エンジンはドライバーの直後にミッドシップマウントされボディの一部として使われる。テクノロジーの検討と空力的には前後の巨大ウィングと各種整流板、リアには巨大ディフューザーが取り付けられる。タイヤをカウルで完全に覆うことで、アンダーフロアはフラットではなく2本のウィンドウトンネルを持つ。ファンによるギアボックスは7速セミオートマチック、ブレーキは前後カーボン製ベンチレーテッドディスクだ。最高時速電子デバイスも可能な限り盛り込まれている。 ABS、TCS、ローンチコントロール、これはブレーキ圧を最適配分する EDD も装備。結果車両重量はおよそ550キロ、前後最大加速度は 4G 以上、鈴鹿を1分30秒以下、ニュルブルクリンクを6分以下で走り切る。レギュレーションの規制にとらわれない最強のフォーミュラマシンである。 X2010 はグランツーリスモとレッドブルが想像力を駆使して生み出したスピードへの夢そのものだ。君も地上最速のマシンを体験してみよう。